TikTok に上げ続けたら、それ毎日やったら次第にバズりますからね。うん、そういう感じで、ね、やればいいのに。いやーマジで体験持ってきてほしかったな。この試合の後に怪物くんと西谷の試合があるんですかね。めっちゃ楽しみだね。うん、早くこのタイトルマッチ終わってほしいっすね。とにかくあのこの後にある怪物くんと西谷の試合がもう楽しみすぎて、はい、まあでもなんか鈴木千尋調子良さそうだし、なんか俺別にクレベルの軽量云々関係なく、なんか意外にこいつ行くんじゃねえかなって、なんか決まった時からなんかなんとなく、はい、で意外にね、まあやってみた感想、まあもう1年前なんで全然変わってると思うんですけど、お互いね、あの鈴木千尋はやっぱ大振りに見えて、意外にノーモーションの右が速くて見えづらいんですよね。まあそれ俺がまあ距離見せてもらってしまったっていうのもあるし、中原さんもそういう感じで意外にノーモーションのね右がいいんですよね。それがやっぱその感覚で、あの感じで、うん、クレベルは、まあ、柔術のレベルはもう本当に半端ないですけど、打撃は結構クレベルも打撃は うまいというか、当てるのはうまいけどもらっちゃうあれあるんで、まあ、ピットブルの打撃のパワーよりは鈴木千尋の方がパワーはあるんじゃないかなって思いますね。いやで、まあ表情ないじゃん。結構だからなんかそ この減量でね、みんな調子が悪いんじゃないかっていう感じでこうすごい心配してるんですけど、多分クレベルはこう反省してる感じで出てきて、多分そっしっかり強くて決めてうえーみたいなタイプの強さがあると思うんで、でもこうケースダブルとかそういうところでやってきた選手ですからね。もう選手として本当に強い選手ですね。まあ俺は絶対勝てます。いやマジでマジで、いや楽しみだなこの試合が。本当にやっぱなんだかんだすごい楽しみだったですかね。でさっき西谷とあの怪物くんの試合が終わった後にわざと試合予想って言って見たまんまの光景のことをつぶやいたんですよ。でその試合後につぶやいたら面白いかなっていうギャグでつぶやいたら、あまりにも信じてる人が多くてそうあのね、もともとはそういうギャグだったんですよ。その要はいやもう終わってるよみたいなそういうあれだったんですけど、ガチで予想しちゃってる人みたいになってて、いやー何はともは本当にね、マジ怪物感ありがとう、うん、本当に怪物感ありがとう。1年前やり合いましたね。マジででもいろんな選手やってきた中でインローが一番痛かったかも。うん、ゴンナパーとかよりも怪物くんのローなんか強かったですね。インローも鈴木千尋は右のノーモーションが大振りじゃなくて、その大振りのパンチのイメージあるんですけど、やっぱノーモーションの右がいいと思うんで、まあ、それが意外に俺クレベルが距離ミスった時に当たったりするかもだけど、でもそのグラウンドの展開けど、そこだから効かせてバンってなった時に寝技いかないんじゃなくて、多分鈴木千尋もビビらずにバーってラッシュかけて、こうなんだろう、座った状態っていうか、なんだろう、グラウンドの状態でもバカバカバカってラッシュしたら、クレベルもやっぱいろんなテイクの方法とか、
鈴木千尋は173センチ、まあ俺も173センチじゃなくて173センチのやつってやばいやつしかいないですねがあって、あの173センチのやつって全員やばいみたいな、知ってますそれは。確かに全員やばいかもしれないですね。まあ俺も自分で頭のおかしいやつだなって思うんですけど、鈴木千尋も絶対こいつ言っちゃってるでしょ。うん、あの鉄パイプとか本気で人の頭殴れそうな顔してるっすね、鈴木千尋は。こう目の奥にこう狂気を感じるというか、そうクレベーとなんか似た感じがあるっすね。なんか目の奥の笑ってない感じ、なんて言うんだろう、いやまあほんと気が強い顔っすよね、ハンターの顔っていうかさ。そうそう、意外にこう朝倉未来とか萩原恭平の方がこう小面な感じのこう睨みつける感じなのかなと思って、多分鈴木千尋とかクレベルの方が分かりやすい、この目の奥が本当に笑ってないこのこの邪悪さ、もう吐き気を思います邪悪ですよこれこそ、うん、こいつを見てると本当もう悪を感じて、はい、ビシビシと、はい、もうそういうのを感じます。やっぱ僕は正義の心がねやっぱあるんでねいやー、てか西谷の試合マジ楽しみだな、はい、西谷の試合ね、まだですね、まだかね、西谷の試合まだ、西谷まだうん、まあどっちもいい顔つきしてるっすね、すごい楽しみな試合だな。でもなんか千尋もね、うん、クレベルが多分最初遠くか蹴っていくかなっていうイメージで、鈴木千尋蹴りの対処がそんなあれなのかなって思うと、クレベル意外に朝倉未来の時もそうだ、蹴り散らしてさ、その辺もな、どうそこに鈴木がこう当てたいっすよね。蹴ってだからそこにパンチ合わせてきた時に組みつくプランなのか、クレベルもこうテイク行った時に切ってきた相手にこうそこから引き込んだりとか、引き込むって急に体勢変えたりとか、 うまいんですよ、ね、見てるピットメンの時もやっぱうまいなと思ったんですけど、最初どのくらいで、ね、グラウンドの展開になるかですけど、まあ、鈴木千尋も体強いから簡単には投げないと思うけど、うん、西谷と怪物くんの試合どうなるかな。俺の予想、西谷が多分色気づいた攻撃を出して怪物くんがカウンターを当てて勝つのかなっていう。はい。まあ、あくまで予想なんで、あんま変なことは言わないでください。気持ちは多分超乗ってるっすかね、鈴木千尋は。この状況は。この状況はすごい多分メンタル的に超いい状態だと思うんで、うん、庄司戦ぐらいいきなりガイってほしいの。いや、意外に俺それが割と良かったりするんじゃないかなって予想なんですよね。うん、いきなりね、ブワーって本当庄司戦のような、なんか変に見ない方が、あれなのかなっていう。うん。そうそうそう、庄司戦のさ、あの、ラッシュっていうか、あれはたまたまやっぱさ、カウンターもらっちゃったけど、あれはあれで一つの戦法だと思うんですよね。ガチャガチャ、そうガチャガチャやった方が、クレベルもガチャガチャな打撃だからこそ、鈴木との打撃の相性は割といいんじゃないかなっていう。鈴木千尋は多分打撃うまく攻防してうまく遠い距離からやられるのってあんま得意じゃないと思うんですけど、多分こうクレベルみたいにガチャガチャガチャってやるその乱打戦の中のこう一瞬を当てるその打ち合いの中のそのあれですね、勘は多分鈴木千尋の方がいいと思うんで、おお、朝倉未来、西谷が負けてるからめっちゃ顔死んでんな、西谷が KO 負けしたからめちゃくちゃ顔が死んでましたね、朝倉未来の、うん、なんか噛み合う、うん、なんか噛み合ったらな、クレベルの決めもすごいからな、もう本当に試合の予想って俺思うんですけどできないですね。西谷と怪物組み試合の予想はできましたけど、はい、それ以外の予想難しいな、うん、さあ始まります。鈴木千尋今回は刈り上げ部分もちゃんと染めてきたんですね。いつもなんかプリンで刈り上げ部分染めてないイメージあったんで、
いいんじゃないか。勝利は認められず無効試合。いや、いい緊張感だな、やっぱり。株式会社オリヤマ設備様、株式会社オスマイファシリティーズ様、エンジェルジャパン株式会社様より勝利者賞が贈られます。実は鈴木千尋さあ始めます。コンタクトで一歩陰謀をほぼほぼできているんですが、今回はそれをやめるという話をしていました。その陰謀の瞬間相手に捕まってしまうから、だから今回はパンチで組み立てていきたいと話をしていました。ご覧の通り陰謀は打っていません。画面左鈴木千尋です。さあ川崎さん、はい、いよいよ始まりました。タイトルは認定戦としてございましたね。クレベル選手の、まあ、調子続き広さそうっすね。クレベルはいつも結構なんかふにゃふにゃしてる感じがあるから、あんまりこう動きで調子いいのか悪いのかって分かりづらい部分はあるっすよね。朝からミクルとやった時に一覧の目ちょっとこう、あれ元気ないのかなって思いきや、やっぱすごかったし。おそう。でこの大振りを見せて鈴木千尋は右のノーモーションポンって当てたいっすね。スッと出したやつ。振るってよりか、ちょっとクレベルが入ってきた瞬間にポンって合わせる感じ。ノーモーションの右へ、この絶妙な距離なんだ、うん、ノーモーションが入ってきたところ、ポン。単純打ちながら前に突っ込んでしまうと、そこから首の展開になってしまうので、突っ込まずに、この右、ここで右、ノーモーション、ああ、うまい。なあ、変に距離取って、おお、右手これは、うん、結構かけれてるから。これやっぱロープ絶対やめた方がいいよね。絶対ケージでしょ。試合の展開めっちゃ、まあライジンがロープで決めるんですけど、うわー、いやー、もったいない。ケージだったら立てたかもしれないです、ね、あここは脇を取らせて、あーすごいな、マウントまで早いな。